は黒。好きな映画はジム・ジャームッシュの映画が好きです。同世代で活躍して気になる人はいますか？ねえ、シシド・カフカちゃんかな。東京で一番好きな場所は？一番好きな場所、トドロキ渓谷です。幸せの瞬間ってどんな？家族でいるときも本当に、これは一つ幸せの形だろうと思うんですけど、同じぐらい一人でいるときも幸せを感じるんです、はい。魔法がいっぱい使います。何をしますか？飛びます、空を。夢は何ですか？夢はね、でも孫みたいですね。妻のひいおばあちゃんが米寿で、ひ孫を見るって自分に置き換えると信じられないぐらい奇跡的なことだと思うんで。自分の人生にタイトルをつけるとしたら？いや、みんなありがとうねって感じですかね。悪いね。